ウィリアム・アベレル・ハリマンは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、銀行家、実業家。商務長官、ニューヨーク州知事などを歴任した。アメリカ対日協議会のスポンサーであった。1891年11月15日に、ニューヨーク州ニューヨークにて、エドワード・ヘンリー・ハリマンの子として誕生した。父は、銀行家であり、 ユニオンパシフィック鉄道及びサザンパシフィック鉄道の経営者であった。やはり、ウォールストリートの投資銀行の経営者であった、エドワード・ローランド・ノエル・ハリマンは弟である。グロートン校を経て1913年にイエール大学を卒業した。イエールでは、スカルボーンズのメンバーであった。九百十五年に、父の経営するユニオンパシフィック鉄道に入社し、 1932年には、同社の最高経営責任者に就任した。一方で、父の投資銀行を引き継ぎ、W.A. ハリマン社を創設。同社には、弟の E.R. ハリマンやその友人で後に、上院議員になるプレスコット・ブッシュ、ブッシュの義父のジョージ H.W. ブッシュが在籍していた。ちなみに、プレスコット・ブッシュは41代目アメリカ。 合衆国大統領ジョージ HW ブッシュの父で、かつ43代目アメリカ、合衆国大統領ジョージ W ブッシュの祖父である。同社は1931年に、ブラウンブラザース社と合併し、ブラウンブラザーズハリマンに改組した。ハリマン家は、共和党支持の傾向が強く、特に弟 ER ハリマンは熱心な共和党員で、あったが、アベレルは、 フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領のニューディール政策に共鳴する民主党員であった。1934年にハリマンは政界入りし、全国復興庁に入庁した。1935年に同庁を呼び、全国産業復興法は連邦最高裁で違見とされ、NRA は解散された。だが1937年には商務省に入り、 再び政策立案に関与するようになる。1941年にアメリカが第二次世界大戦に突入すると外交で活躍するようになる。ハリマンはヨーロッパへの大統領特使として派遣され、戦争遂行についてイギリスのウィンストン・チャーチル首相と協議した。1943年にフランクリン・ルーズベルト大統領はハリマンを 在ソビエトアメリカ合衆国特命全権大使に任命し1946年まで在職した。大使としてハリマンはチャーチルやヨシフ・スターリンら連合国の首脳間の調整を行った。大戦末期にソビエト連邦軍が中東欧諸国を占領していく中、ソ連の拡張に危機感を抱きワシントンに警告した最初の人物の一人が 中祖大使であった、ハリマンである。ハリマンは、トルーマンドクトリンや、マーシャルプランなどの冷戦政策に、大きな影響を与えた。第二次世界大戦終結翌年の1946年に、在イギリスアメリカ合衆国特命全権大使となったが、間もなくヘンリー・ウォレスに代わって、アメリカ合衆国商務長官に指名され、1948年まで、在職した。 同時に戦後のヨーロッパ復興を目的としたマーシャルプラン遂行の責任者に任命された。1952年には大統領候補としての指名を求め民主党大会でニューヨーク州、アイダホ州、ワイオミング州、ユタ州の大議員団の票を獲得したがアドレースティーブンソン入りの一州知事に敗れた。1954年に トマス・デューイニューヨーク州知事がこの年の知事選挙に出馬しないことを決めると、彼は立候補し、共和党候補で、デューイの講演を受けたアービング・アイブス上院議員を破り、ニューヨーク州知事となった。しかし、1958年には、ネルソン・ロックフェラーの前に敗北し、彼のニューヨーク州知事としての人気はわずか一期であった。1956年にも、 再び大統領候補指名争いに加わり、ハリー、S ・エストルーマン前大統領の推薦を受けたが、失敗した。1961年1月20日に、ジョン・ F ・フ・ケネディ政権が発足するとハリーマンは部署、忍耐使に任命され、ついで1961年には、極東担当国務次官補に任命される。1963年には、国務省、ナンバー3のポストである。 政治担当国務次官に昇格し、続く、ジョンソン政権でも同職に留まったが、閣僚も経験し、外交官としてのキャリアも豊富なハリマンにとっては、地位の低いポストだった。しかし、ケネディ政権時代に始まったベトナム戦争をめぐり、悪化する日本をはじめとするアジア諸国との関係強化に尽力した。リチャード・ニクソン政権下において、 ベトナム戦争を終結させるため北ベトナムとのパリ和平交渉がスタートすると、ハリマンはキャリアを生かし、1968年から69年にベトナム和平交渉のアメリカ代表として重要な役割を果たした。1976年、アメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補者となったジミー・カーターのブレーンとして活動した。 1976年9月20日には、ソビエト連邦を訪問して、ブレジネフ書記長と会談。カーターの当選を見据えて、政治姿勢などの説明も行っている。その後は、プライベートな生活に戻って、複数の著書を世に出したが、1986年に死去した。ありがとうございます。